サンパビュは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。サンパビュとは、11世紀から13世紀にかけてのトレゲエの名でもあった。パビュとは、古いブルトン語のパプ、すなわちかつて修道院の長を指す名称であったパパから来ている。パブとは、パパの俗格であり、ゆえに、ローマ教皇を意味するパペと混乱を来たす。このパブとは、 ブルターニュ7聖人の一人で、トレギエ主教であった聖エ、テューグデュアルを指して、誤って伝えられてきた名称である。旧トレギエ主教区の創設者、聖エ、テューグデュアルは、4世紀に、グレートブリテンとコーンウォールのデボンで生まれた。王族の血を引くテューグデュアルは、非常に若い頃から信仰に献身した。彼の模範となるような聖なる生き方が、 彼の兄弟によって、修道院長に選ばれる要因となった。言い伝えによると、彼の夢の中に出てきた天使のお告げによって、自身の最も熱心な弟子たち72人を伴って、ブルターニュへ渡った。弟子の中には、テュグ・デュアルの母である聖ポンペア、妹の聖セナ、経験な未亡人のメランがいた。小集団は、ブランサブロン湾内にあるレオンの浜に到着した。 聖、トュグデュアルは到着した湾から半時間のところに最初の世を築いた。この世はランパブと呼ばれ、現在のトレパビューである。また、別の伝説によると、トュグデュアルの弟子生も出ずは、礼拝堂を建て、聖なる創立者の人望厚いな、パビューの名を与えた。サンパビューは、ブレストの北約2 7トルにある。色は遣海に沿った、この地域は、 アベール、ブノア川左岸にあたる。アベール、ブノア川と対峙するギャロ島は、ランデダに属する。ギャロ島へは、干潮時に、徒歩で往来可能である。ガロとは、ブルトン語でしかを意味する、ゴアから来ており、キリスト教伝来前から存在する名である。島や近くの場所に、ケルト神話の神、ケルヌンノスを祀る場所があったからである。島には19世紀後半まで、 そして第二次世界大戦後まで断続的に人が住んでいた。島では20世紀半ばまで畑が耕され、馬が飼育されていた。島ではおよそ2000年前の墓が発見されている。16世紀、サンパビはブレスト及びサンルナンのセネシャルが治める大管区に属した。参照元、1999年まで、イヘス。 2000年以降 INSEE2006 年1月14日、ヤー D ー、あるブレイジョニ検証の批准が、コミューン議会で可決された。ありがとうございます。